さあ 2P 側、モヌキチンリ、さあ 1P 側はザ・合宿バイパー。さあ当日予選で勝ち上がってきた合宿バイパー。さあ謙虚ながらもコメントは強気。さあ合宿と大抜き。Are you ready? Fight! さあジャンプ大ファン、まずは先制したのが大抜き。さあ少しずつゲージを貯める合宿。さあ大抜きは明らかにちょっと面倒くさそう。さあゲージを使って押し返す。さあしかし大抜きはゲージがない。さあバックステでかわす。さあ表か裏かわからないぐらいだったらバックステでかわす。さあこの辺大抜きらしい防御テクニックの見せ方。さあ中盤置いてある、置いてある。まずは1本目大抜き。さあ大抜きらしい無駄な読み合いをしなるべく拒否って安定的な行動をひたすら取ってくる。おっと一気に白ゲージを奪う。さあしかし小足からつないで大きい攻めに。さあ1回暴れが入る。さあ連発どっちかな。さあ逃げます。さあしかしこの後さあ削れるか。あーっと甘えた行動だがこれはきっちりガードした。合宿もいい読みをしている。抜きもいい読みをしていたんだが合宿がその読みを一歩上回っていたが、これで 1-1。 おっと、さあ細かいテクニックですが大抜きのこのバックステップの使い方が非常にうまい。さあ画面、あーっとこゲージが足りなかった。さあ SP バーで返す。さあ大抜き決められるか。しゃがみ大キック。さあまずは1セット目大抜きが先に取りました。さあ続いてコンティニューで選んでいただきたいと思います。そのままボタン、スタートボタンかな。コンティニューを選んでください。さあ、2ヒット目、2セット目。さあ、合宿も本当にいい読みをしているんですが、この大抜きのピンポイントでのバックステップ、これがうまく機能して、うまく取った1セット目。合宿がどう修正してくるか。さあバックステに刺してきた。投げが入ってこのラウンドはさすがに合宿が取るか。それともさあ大抜きゲージは残す。さあここでゲージをつかせる。さあ合宿が1本取り返した。さあこの大抜きのバックステップ。さあ小足が入って画面端ゲージ振る。しつこい中段中段暴れはすかして完全に大抜きのペースか。さあこうなると合宿は逃げづらい。
さあこれはうまく詰ませた。大抜きマッチポイント。さあ大抜きのこの安定的な動き、さあ目立った読み合いこそないとはいえこの安定性、本当惚れ惚れするような安定した動き。さあどう崩すのか、ピヨって、これは繋いだ。さあバックステ一発、さあ諦めてはいない、諦めてはいない。大抜きもそこはパナシきっちりガードして、台形すかし EX 役で使ったのは大抜き。はい、椅子持ってる方ももう靴の半歩分でも構わないんで、ごめんなさい、椅子ごとちょっと前に詰めていただけますか、お願いします。段差だけありますんで、暗くなってますんで注意してください。暗くなってますので段差だけ注意していただけますよ、お願いします。はい、続きまして、さあ時戸とネモ、さあコメントどっちから言いますか、ネモさんからいきますか。いやまあ時戸ってまあ結構ギルティでボコしてるイメージがあるから、ああまあストフォーでも結構破産集連発しては勝てんのかなって ああまああんま強くないと思うんだよね。はい、ネモさんです。はい、続きまして時戸さんお願いします。一番美味しい相手と当たったと思ってるんで頑張ります。はい、それではキャラクターチェンジに選び替えてください。